あの姿も、この黒いとこもやってみたいな。ここは掘れてるの分かりますよね。ちょっとこう掘れてるというか、なんか石と石の間というか。おい、七体魔の。こんなんね、一匹バカじゃないって絶対思うので、時間をかけるべきなのか、次に行ったらいいのか、悩めるとこですね。今回もここ、分かりますかね、この手前もちょっと探ってみたいけど、この黒い石が囲まれたここね、掘れとるでしょ、分かるかな、掘れたように見えるっていうか、石に囲まれとるポイントっていうのかな、こういうとこにおとりを打ち込んでいく、こういうのが僕の掘れ込みですね。黒石に囲まれたポイントっていうのかな、大きな黒石がこう山みたいになっとるので、流れは表面は強く見えるかもしれないけど、こういうとこはね、一番こう山と山とこう囲まれたとこなので、流れは上通ってるので、川底は緩くて楽なんだと思いますよ。でそういうとこにおって、多分強いとこにはみいってんじゃないのかな。でこういうとこは引き代が小さいので、まあ町っぽい釣りが多くなりますね。綺麗に今ついてきてるけどな、こういうフラットなポイントは引きが効きやすいので楽ちんっていうことなんやけど、やることがワンパターンでいいので楽ちんですね。いや、おとりを背形っぽいところに入れといて、何の障害物もないからゆっくり引き上げる、だけで済むので、ちょっとさっきちょっとベタ竿気味だったけど、ちょっと縦気味で引いてみますか。こうやって変化つけると、その姿勢とか棚に変化がつくので、こう同じ引くでも少し角度変えて引くとか、立ち位置を少し変えてみるとか、それだけでだいぶおとりの姿勢って変わるのでね、なんかね、近づくだけとか離れるだけとか、そんなんでもね、おとりの姿勢とかおとりのコースは変わるので、結構大事なことだと思います。同じところに立って同じように釣ると、同じコースを同じ姿勢でしかこういかないですけど、立ち位置を変えるだけで、おとりを同じところにからスタートさせても、立ち位置を変えればおとり通るコースが変わるので、結構有効な手段だと思いますね。一歩前出るとか、一歩下がるとか。